赤崎赤星さよ赤星マシマシ TV エリエジェイ。じゃあ今回も油は快楽さん行かせていただきましたね。東京都港区六本木のお店でございます。はい、お願いします。はい、見ていきましょう。さあ、六本木駅から徒歩1分ということでね、はい、こちら1964年創業の老舗の料理屋さん大友さんが今年の2020年8月24日にオープンしたばかりの新店ということでね、はい、なんか前回ちょっと赤崎さんと一緒に行きましたって一言も言わなかったんですけど、まあまあ映ってはいたけどね。はい、はい、これは食券制ではなくオーダー制でございまして、はい、僕は今回激辛鶏油麺の小サイズですね、はいはい、小サイズ 150g で瓶ビールで、締めの卵かけご飯。これ前回赤星頼んでないですけど。頼んでないですね。はい、僕頼んでおりますので。これもういいんすけど、もう空量普通っすね。いや、まあそうなんですよ。めちゃくちゃ。幅広い人に見てもらいたい、これは。はいはい。あれ、こちら店内にね、麺量に加えて、鶏と野菜の総量も書かれてるので、あ、そう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 。まあ、僕みたいにね、量を気にしてる人に親切になっておりますので、はい、ぜひとも参考にしてみてください。いっちゃいましたね。はい。じゃあ、まずちょっとビールからいかせていただきました。はい。こちら瓶ビール朝日スーパードライなんですけども、こちら瓶もねグラスも非常に冷えた状態でめちゃくちゃ冷えてる感じですね、はい、提供してもらいましたので、いいね、このねスーパードライの美味しさをさらに引き立たせてもらったっていう感じですね。朝日、はい、落ち着いちゃってんだ。そうですね、もううますぎてね落ち着いちゃってますね、まあ、ちょこの時間夜だったんでね、やっぱね、はい、特に何もなかったですけども、え、ラーメン前にさ、はい、結構ビール飲むって普通なのかな。普通にある感じ。別にまあ出されちゃった、まあ、目の前にあったらやっぱ飲んじゃうっていうのはね、佐賀なんでやっぱり。ああ、そうなの。はい、じゃあメインどころ来ました。メインどころ。メインどころですね。それはまあメインどころでしょう。そうなんですけどもね。こちら激辛鶏油麺の小サイズ 150g。 こういう感じなんだね。そうなんですよ。この赤みがかってるねタレが気になりますよ。はい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 。ニンニク油生姜増しでいただきました。はいはい、いただきますということで、じゃあまずメインのねこれなんだよな、唐揚げからいただきます。これ美味しいんですよ、はい、まあ、これね独自の製法でね揚げられてるらしいんでね、そうそう、まあ、外はねパリッとして中は油がじゅわっと出てくるジューシーな仕上がり、これだけでもね食べる価値はあるんじゃないかというね。いや、そう、もう一回言うけどこれ追加した方がいい。めちゃめちゃ美味しかった。めっちゃうまい、ね、でこちら、うん、激辛のタレでございますね。おお、そうか。で、僕は特別辛党というわけではないので、はいはい、結構な辛さだったんですけど、もちろん魚介を含めたうまみもありますので、はい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 、で蒙古タンメン中本よりはちょっと低いぐらいの、ね、抑えめのね。なんで本当の辛党の方はね、激辛タレ50円で足せますので、まあ、足せるらしいね、はい、ぜひとも調整して食べていただきたいと思います。はい、でこちら丸太縮れ麺ですね。ああ、確かに。こちらうまみも辛みもね、うまい具合に絡めて食べれるんで、油そばに非常に向いてる麺だと思いますね。辛み絡めてっていうね、はい、あれ唐揚げですね。唐揚げ、はい、辛み絡めて唐揚げ。中干しが前回ね胡椒をかけて食べるのもいいんじゃないかってはい、はい、ありましたけど、その通り、こちらのタレをかけてね、スパイシーチキンとして食べるのもいいんじゃないかと思います。非常に美味しかったです。いいっすね。おすすめですね。で野菜がこちらのキャベツが多めなので、はいはいはい、はい、辛いタレのつかの間のキャベツの甘みを感じることができるっていうことでね、解説してくれるね、まあ、非常に合ってると思います。はい、つかの間の甘み、はいはい、あれこれも気になりますね。あ、来た、塊チーズ、塊チーズ、うん、赤星は前回ね、まあ、バクッと一発で、うん、はいはい、食べてましたけども、まあ、僕は全体に絡めていただくということでね。ああ、なるほどね。こちらも非常に美味しかったので、はいはい、まあ、日頃ね豚の油を愛好してるジロリアンの方にもね、ぜひ一度試してもらいたいなと。まあ、確かに治癒といえば家系ですか。そうです、液体の方なんでね、うん、はい、家系マニア、そして二郎マニアもね両方食ってもらいたいので、はい、でニンニクと生姜の辛みをね混ぜまして、ジャンキーな混ぜそばにして、まあ、確かに醍醐味をね、はい、赤星を完食しました。完食します。はい、でこちら締めの出た卵かけご飯、鶏節乗ってますけども、でこちら、はい、店内に書かれてるんですけども、はい、左に卵かけご飯あるんですけどね、当店ではこれを食べて初めて完食となりますという。ああ、ちょっとボスさんは、はい、完食してなかった。完食してなかった、はい、最悪だ、はい、大のマシ頼みましたけども、赤星は、うわ、完食してないですね。残したということになってしまうから最悪だよ。でお店の推奨はぶち込みらしいですね。あ、そうですね、はい、でもういろいろ食べた後の混ざった旨味の凝縮されたタレにね、はいはい、まろやか卵とこの鶏節のこの風味これね混ざって非常に美味しかったんでね、今見ても結構美味しそうだね。おすすめでございます、はい、でレモン酢ですね。やっぱ独特なところが多いですねこのお店はね、まあ、確かにオリジナリティはそうですね。こちらをかけて、はい、ね、もう酸っぱでいただきました。朝ビールも、はい、ビールもね、はい、残しておりましたんでね、はい、ごちそうさまです。でこちらのぼりんご僕もいただきました。
なんで笑ってるんですか。いやちょっと、はい、いや例のキモフェイスが出たのでちょっと。ええ、まだ続きますよこれはね。そうですか。やっぱね、このニンニクのケアに使えるキモジュースをね、はいはい、お店で出してるっていうのもやっぱ六本木の土地柄ならではな。確かにね。思いますので、ね。シャーベットにしても美味しそうですよね。はい、そうですね。はい、書いてありました実際に、ね。ああ書いてました。はい。ごちそうさまでしたということでね。でマシマシレベル僕はねショーで頼んでるので、はい、まあ少し低めになりますけども 85.8 なんで、あまあまあマシマシも何もしてないそうですね出しちゃダメだよレベル、マシマシのレベル出しちゃダメだよ、まあ、待って表記は間違ってるかも、まあただのレベルですね、ただレベルね、レベルなんだろうな、まあ何かのレベルですね、はい、はい、ちょっとね僕が上げた動画に、はい、麺量台で400っていう風に書いてあったという風に聞いたんですよ、その、はいはい、メニュー表ね、手元のメニュー表に、はい、ところが壁のメニュー表を見ると、はい、450なんですよ、うん、なのでそうなんだ、だいたい400から450なんじゃないかなという、うん、あなるほど、まあ、でも台を食べる人はもうそこの領域関係なさそうだよ、ね、いやいや結構大事よ、まあ、大きで多い、まあ、50はでかいから、そうそうそう、50でかいよ結構、なるほどね、うん、まあ僕は賞を頼みましたけども、賞は150だね、なんで僕は店内でビール頼みましたけど、やっぱ六本木っていう土地柄ね、はいはい、まあ、飲んだ帰りとかにも利用できるんでね、まあ、小サイズってやっぱ締めのラーメン的にもちょうどいいサイズだと思いますけど、まあ、男女ともにご利用いただけたらと思いますんでね、まあ、というわけでね、僕は今回辛味の方ね、はい、頼みましたね、通常メニューとかね、あとなんか限定のなんかラーメンとかもあったみたいな、あ限定というよりは僕は挑戦状が来てるんで、あなんか前回もついたじゃん、はい、あと完食もしてないし、あ確かに、ああそうだ、ね、まだ残してる、ま、残してる、残してるからもう一回行きますって、はい、あなるほどね、挑戦状受けに行かなきゃいけないしね、第3弾があるかもね、近々あるかもしれないということですね、はい、こちらもぜひお楽しみということで、ウエス、はい、ごちそうさまでした、ゲッシュ、あざした、ゲッシュ。